グラフィックというか漫画ありますけど、これはですね、やっぱりもう当たり前のことですけど、チェンジというのは2つの意味があるんですよね。日本語では一つは、もちろん変化は全般もありますけど、変化と、それから皆様方の経営管理者としては変革と、ですからこれは外部の環境とか周辺のいろんな状況とかいろんなものが変わることで、これは客観的と言ってもいいですよね。変革っていうのはこっちは主体的に変えていくこと、このチェンジとは2つの意味があるもんですから、それを少し保護してみようっていうんで、全部は全部できませんけど、この上から見ていただくと、だから変化をやっぱり感じ取るということと、それからこちらから主体的に変化をするということで、まず変化を見るにはですね、いろんなやり方ありますけど、この思ったよりも非常に成功したとか、あるいは逆に非常に失敗したというのは場合があると、やっぱり人間の知恵で計り知れないところに何かそこに潜んでんだろうってんで、その図で言いますと、例えば、今年は前年対比 3% ぐらいでいくだろうと思ったら、何のことは非常にうまく 13% もいったと。だがよかった、当たってよかったってぬか喜びしたんじゃ経営者管理者は落第で、やっぱり 13% になったのはやっぱり自分の読みが外れたわけですから、なぜ外れたか、そしてここに何か新しいものなり可能性なり市場なりが潜んでいないかということで、その村川先生は革新のための7つの源泉というところがありますけど、これはこちらの真ん中のグループも関係しますし、中のどっかにありますけど、でもそれ予期せざる成功失敗に意外にいいヒントが潜んでるということですね。それからずっと来てですね、スポットやりましたし、四角い車輪っていうのは、これ面白い、私の友人が作った詳しいチャーター別にありますけど、ジンマーマンっていう人がやったんですけど、これはちょっとやっといた方がいいかな。これはですね、その一つ前のページですかに、出てます、漫画で、これは詳しいですから、これは全部で50枚ほどの絵でやる研修の素材でして、私もシンガポールでスコット・ジンマーマン夫妻と一緒にやったことあるんですけど、基本的な図は丸3ですよね。でこれを見ると、これが会社の場合とか組織の場合考えて、それをなぞらえて考えたらどうだと、皆さんといろんな反応を見ますとね、これ一番前にいるのはどうも引っ張ってるのはリーダーらしいと。でリーダーっていうのはですね、これちょっと前先を見なきゃいけない、どうもこの人一生懸命言ってるけど目が下向いてると。でこういうふうな状況ではですね、ガッタン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 、ひどいはずですから、場合によっては後ろを向いて立ち止まって、後ろを向いて、それで、何が問題かってことを発見しなきゃいけないです。そうなのにリーダーなんか一生懸命ただ引っ張ってるだけだと。せっかく自分がその 丸いタイヤっていういい資源を持ってるのに、それを借りようともしないと。この絵だけじゃ分かんないんですかね。 あと 2,3 枚やると、一番後ろに一生懸命押してるのがいますよね、部下らしいのが。だから一生懸命押しているように見えて、実は 4,5 枚先の絵を見ると横着してぶるさがってやるのがいるわけですねそういうのを我が社にも言うとかですね。でいろいろみんなで、それこそチームでディスカッションしてやっていくと、4の図になってきて、いろいろ途中飛ばしてるんですが、どうだピカピカでやってて粘ってる。でチームとして非常に誇りなんですが、リーダーとしてはもうこの上の風船の中では分かりませんけど、これはもう高速道路時代、もうちょっと先行くと今度は超音速ジェットが飛んでる時代で、そんな時にこんなものいくら作ってるっていう、やっぱりリーダーは先のビジョンというものを持ってなきゃいけない、こういうことをやるわけで。で元の15ページに戻りますと、ですからリーダーそのものの状況に対する見直し、でどこにガタガタがあるかということを見直さなきゃいけないと。でとうとうとうといろいろありまして、あと皆さん方に、御仏との関係では一番下の道に行って仏に会わばという、これは臨済禅の臨済力の中の言葉ですが、これはアメリカの先ほど言った三角形のメルティシー教授が、昔ファックスを送ってきて、なんかアメリカの例の取材をしてたら、
20名の経営者の中で座右の銘として導いて仏に会えば仏を殺せってすごいの書いてあるやつがいる。どこが原点だか調べてくれって、臨済の中に導いて仏に会えば、あれは仏の場合に、仏っていう場合とそれからお所さんですね、死に会えば死を殺せという、まあ、激烈な文句で、経営者の受け止め方としてはですね、場合によってこういう大変革の時代によって過去の全否定までしなきゃいけない、あるいはお父さんがやったことを否定しなきゃいけないという、そのあたりの、その先ほど万有でなくてですね、一種の過去の自己否定も含めて、これはなかなか大変なことだということを、持って座右の銘としてっていうところが、まあ、この導いたわけで、ついでながらこれやると話が終わっちゃうんですけど、あの無心のムカデっていうのはですね、今日まあいろいろこうやりましたけど、100か1万2000冊かしませんけど、でこのギリシャの話とも中国の話とも言われてるんですけど、あと結構ムカデがですね、百の足を追って歩いてたと。アリがそれ見て、ムカデさん器用だね、よくもこんがらがらないでこういう歩くねって、どうやって歩くんですかって、ムカデあんなこと考えたことないんで、どうやって私は歩くんだろうってこんがらがって歩けなくなったってんで、あんまりこういろんなのをですね考えてるとこんがらがっちゃいますから、一つか二つ何かヒントになることをという意味で僕は書いてあるわけです。じゃあ、まあ後にまたの行きますけど、とりあえずそこで。はい。